ね、男なのに揺れたライブでございますよ。さあご紹介しましょう。本日2組のゲストはスケルーさんでーす。イエイイエイ。もっと来いよ。もっと来いよ。はい、いただきました。あれ、なんか言ってた。あれ、もっと来いよ。もっと来いよ。仁さん、じゃあ話しかけてみてくださいよ。どうですか。普通だ。答えづらい。答えづらいでしょ。じゃあまずは、はい、お一人ずつ自己紹介をしてください。お願いします。はい、ベースのルイです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ギターのマナブです。お願いします。お願いします。はじめまして、リョウです。お願いします。はじめましてじゃない、何度も出てる。お願いします。はい、ドラマのジェス。2文字かるかね、自分のなのに。しかも改めて、はい、ドラムのジンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ギターのカズキです。よろしくお願いします。お願いします。もうおなじみでございますけれどもね、コメントもものすごい受けてきておりますので、ちょっと何か話しかけてもらってもいいですか、カズキさん。はい、リンゴちゃんたちに何か話しかけてもらってもいいですか。そうですね、なんであのサーシー君だけ厳しかったんかなって。二人があのコール&レスポンスですね。コール&レスポンスのなさに、ちょっとじゃあ誰か呼びかけてみます。ちょっとスタジオのリンゴちゃん、うちのジンが黙ってきます。ジンさん行きましょう。もう勘なんですけど大丈夫ですかね。え、か噛みやすいですけど大丈夫です。丈夫です。リンゴちゃんだけですか。行きましょう。どこ。リンゴちゃーん、元気ですか。あれあれ、あれも答えてくれ。あれあれあれ、なんどうしたの、みんなどうしたの。何が起きた。もっと来いよ。それを待ってたんだ。それ何。それが欲しかったの。それが欲しかったの。それ超面白いですね。なるほどなるほどなるほど。さあコメントもねすごい来てますので、じゃあ先生何か話しかけてもらっていいですか。はい、リンゴちゃんたち。どっちですか、こっちですか。じゃあちょっとこの携帯前、パソコン前のリンゴちゃんね、はい、おっぱい出た出た出た。どう返すんだろう、気になる。逆に なんて返す。どうなの、なんて返すの。そんなこと言われたら、そんなこと言われたら何なの。なんで手挙げてんの。あるよってこと。どういうこと。C です。そういうことじゃないよ。聞いてね、聞いてね。そういうことじゃないよ。そうじゃねえ。あのそうじゃねえ。違うよ。そうじゃねえよ。何答えてんだよ。すげえ A 連打してきたんだよ。どんだけ。何やってんのみんな。ダメだ、違うよ、そういうことじゃないよ。アルファベットやめても。みんなカップ数連打すぎやばい。いいよいいよ、やめてよもう。Z あったけど。Z います。よく見つけましたね、さすがですね。じゃあちょっと行さんも話しかけてくださいよ、りんごちゃんに。大丈夫っす。え、いらん。大丈夫ってどういうことよ、りんごちゃん。違うでしょ。コメント見てたい。待ってますので。結構いっぱい来ますね。うん、じゃあ逆になんか行さんにいろいろ話しかけちゃって、行太郎さんに話しかけて、コメントで。いいよ、スタートのりんごちゃんもなんかせーので話しかけちゃおうか。せーの。もっと。いや惜しいよ、惜しいよ。出そうだよ、出そうだよ、出そうだよ、ね、ここまで出ましたね。今日もかっこいい、ビザ好き。ご飯食べた。生きてるって。何生存確認されてる。生きてるでしょ。何食べたって言いましたよ。今日は食べました。今日何も食ってないですね。あ、何だ。トースト。あ、トーストトースト。トースト食べたの。トースト食べました。へー、なんか塗って小豆を。小豆を振って珍しい。本当に。ああそう、あ、ね、野菜も食べてってね、ピースしてってね。あ、してくれんだ。いいですね、アッコさんピースみたいな感じでね。メールね、すげえ来てるんですよ、やっぱり。ありがとうございます。そうね、あの、自分たちで選んでください。なんか、本当来てるんで。じゃあなんか選んでよ、紹介して。これから行っていいじゃん。うんうん、ちょっとですか。ああ、行こう行こう。これからいっていい。じゃあ、俺読みますね。はい。ジンさん。はい。ラップやってみてください。唐突は別に、え、ラップなんて。ちょっと待って。そして、ぜひ、ご支度さんもお願いします。いらないでしょ。需要がないですよ、先生。本当に書いてある。じゃあ、MC バトルやりましょうか。いやいや。これやったことないですけどね。ね、何かのボイパかなんかで間違ってんじゃないの、これ。いや、もうラップにしましょう。ラップ。いや。オーダーが来てるんだ。さあ、ジンさん、ラップ。ここでも見せとこうよ。じゃあ、バシと決めちゃってよ。これもう始まってるよ。俺は熊本生まれ。割と身長低め。いや、品踏んでる。いいね。いいね、来てるよ。
もう以上な感じですか。いえいえ、俺は東京生まれ、ヒップホップ育ち、悪そうなやつには大体敬語、ね、できねえ英語。完全に負けました今。いいな。さあ、じゃあもう一枚いきましょうか。もう一枚ですか、ええ、じゃあ、ま、これマナブさんにです。はい、2日遅れになりますが、マナブさん誕生日おめでとうございます。おー、ありがとうございます。おめでとうございます。そうです、23日おとといね。はい、パチ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 、おめでとう書いて、おめでとう書いて、おめでとう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 、ありがとうございます。おー、すごい聞いております、山田さん。ありがとうございます。うわー、すごい。うわ、ちょっとなんか埋め尽くす答えてもらって、あ、すごい来てる。いや、もう本当にありがとうございます。もう流されちゃいそうですね、このコメントの。なんて可愛いことを言うんですか。すごい、ちょっと流されたらどうなるんですか、逆に。流されてみよう。流されたらどうなるんですか。マトリックス、ね、逆、マナリックス来ました。マナリックス、逆だった。天然、逆立ち向かってる。逆、そっちないよ。マジで逆やって、逆、ほら、逆らっちゃった。すいません、すいません。あ、もうダメだ。もうダメだ。とにかくすごいね、熱いね、来てますので、ありがとうございます。さあ、じゃあここで、あ、先生ありがとうございます。メール読む係ありがとうございます。曲の方に、あ、まだプロフィール紹介してなかった。そうだ、プロフィール紹介してなかったですね。もう言わずもがなんですけども。じゃあ私ご紹介させていただきます。スクリューさんはですね、2006年3月結成。バンド名の由来は、人々の心の奥底にじわじわとねじ込むような音楽を鳴らしていきたいという思いが込められる。ボーカル秒さんの存在感と攻撃的なオーラを前面に押し出し、ギターカズキさん、ギターマナブさん、ベースルイさん、ドラムジーニーさんらが一体となり、激しさを軸に喜怒哀楽のあるメリハリのついたライブを展開を目指す。楽曲のクオリティの高さや演奏力もさることながら、メンバー全員が容赦ねえでフォトジェニックなパートである。フォトジェニック、フォトジェニック、やめてよ。ここ僕の見せ場だったから、なんか見えないように台本置いて隠すのやめてよ。暑苦しいっすね。暑苦しい、暑苦しい、暑苦しい。何の感想それ。夏なのね。じゃあここでそんなスクリューさんのね、曲いきましょう。いいですか、曲紹介をお願いします。全員でいこうかね。はい、全員でいきましょう。せーの、スクリューでレッドスレッド。あたたたください。あたたたたたた。お届けいたしました、スクリューさんのですね、7月10日にリリースされるメジャーファーストニューアルバム、スクリューに収録されているレッドスレッドだったわけでございますけども、デイさん、あれ見切れて、あれ入ってないよ、ギリギリ、あれちょこってきた、ちょこってきた、ちょこってきた、位置ここでしたっけ、ちょこってそこですよ、アジーさん、ちょこっとね。戻っていいですかね。なんか今ちょっとね、スタジオのリンゴちゃんの方に、はい、行ってね、盛り上げていただいてましたけれどもね。はい、さあちょっとね、このだからレッドスレッドの感想書いてください。感想書いてください、感想書いてください。よかった。はい、あ、じゃあじいさん読んでくださいよ。よかった、かわいい、かわいい、うん、かっこいい、かっこいい、かっこいい、かっけえ、かっこよかった。あ、安定のじんちゃんいじり。あ、そこ曲関係なかった。いや、終わり。すげえ来てるのに。すごい来てますね。初めて聞いた。あ、すごい。うん、ブロッコリーコメントっていいですよね。なんかこう自分が普段見失ってることとか気づかされるから。じゃちょっといいね。うん。俺だって家帰ったらいつもニコ生20回ぐらい見るんですよ。全部コメント。タイムシフトで。あ、これを。すごい、それは嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか本当すごいいろいろな感想とかね。そう、なんかね、結構マイナスなこととかが逆に勉強になったりね。あー、なるほどね。うん、嬉しい。だから皆さん、ね、コメントたくさん書いて。かっこいいとかはね、あんまいらない。え？何がいらない？かっこいいとか大好きとかじゃなくて。じゃないの？じゃないのが。見失ってるところをね、教えてもらえたらなって。厳しい。なるほど。みんな頑張って、そこ探してなんか書いてもらえる。タイムシフトでね、皆さん後で見てくれますからね。そしてね、こちらの、レッドスレッドね、こちらのですね、着歌および着歌フルをですね、本日6月25日より、あ、そうだ、それからこのレッドスレッド、それから、エンダリングメモリーズ、それからアウトキャスト、こちらの着歌フルをドワンゴ JP にて独占先行配信開始でございます。はい、こちらがメジャーファーストニューアルバムスクリューに、ね、収録されておりますからね、こちらをチェックしていただいて、そしてレッドスレッドをダウンロードしていただいた方には豪華な特典をプレゼントいたします。着歌特典として待ち受け全員プレゼントがございます。だから6月25日、今日から7月9日までの期間にこちらレッドスレッドの着歌をダウンロードしてくれた方全員にそれぞれ、
メンバーオリジナル待ち受けはプレゼントでございます。また5曲すべてダウンロードしていただいた方にメンバー全員の、スペシャルやらないかもそんな一生懸命お知らせしてんのにさ、何殺法それなんだマナブさん、そんなやる人じゃないでしょ、止めないと。いいですか、だからレッドスネットをどこまで読んだか忘れちゃったじゃない。両方いらないよもうやらない、もうやらないこんなのもう自分たちでやればいい。あ、でも知らない。いや、先生読めばいいよ。誰読むのこれ。じんちゃん、じゃあじんさん読んだよこれ。読んだか、読んだどっからこの辺があるんだよ。最初から雑だよ最初オープニングプレミアムコーナー行っちゃうから飛びすぎ。もういいか、読みます。だから2時間からレッドスネットをダウンロードしていた方には豪華な特典プレゼントがあるんです。6月25日から7月9日まで期間に、レッドスネットの着歌をダウンロードした方が全員に メンバーそれぞれのね、オリジナル待ち受けプレゼント、そして5曲すべてダウンロードしていただいた方にはメンバー全員集合のスペシャル待ち受けプレゼント、そして着歌フル特典としてメンバー直筆サイン入りポスタープレゼント、うん、こちらも6月25日今日から7月9日までの期間です。スクリューさんのレッドスネットの着歌フルまたアンドロイドシングルをダウンロードしてくれた方抽選で10名様にメンバー直筆サイン入りポスターをプレゼントでございます。なお iPhone はですね、購入者特典非対応となっておりますので、よろしくお願いいたしますということでございます。はい、じゃあそれではコーナーに行きたいと思いますよ。最初のコーナーはですね、各メンバーにまつわる噂を事前に調べ、それをご本人に本当か嘘かで答えていただくコーナー、題してスクリュー V 噂の真相。はい、じゃあ一つ目の噂を発表します。こちらです。学ぶはルイのブログをまだ読み切れてないらしい。はい、はい、もう次いきます。まんまなんですけど、ルイ君はもう更新がとにかく多い。すごいね。1日5件だか6件だかもう分かんないぐらい。俺は逆に5日とか6日に1回ぐらいしか書かないんで、だから読むペースも読むペースもそのぐらいなんですよ。ああ、まあそういうね、ブログを開かないっていうのもありますしね。はい、だからルイ君のブログを、まあ順番に読みたいんで。あ、今どの辺ですか。まあ2010年の2月に入ってたんですよ。2010年の2月に入った。それで順番に読んでってるんで。だってどんどん引き離されていきますよ、そのペースでいったら。今ちょうど2010年のクリスマスぐらい。うわ、だって今はあれ、シンデレラペタあたり、最新シンデレラペタでしたっけ、のことでしたっけ。多分その辺ですね。その辺ですよね。そうでしたっけね。いや、2010年もシンデレラペタしてあ、結構ちょいちょいあるんですよね。でもこのペースでいったら間に合いませんから、先生がペースを落とすか、学さんがペースを早めるか、どっちかじゃないとダメなんで、はい、でもやっぱファンのみんなは更新待ってるから、学さんがペースを上げていただいて1日ノルマ10とか読むのですか。はい、読むだけで多分書けなくなっちゃうんで。ああ、そっか、自分のは書けなくなっちゃう、まあ、死ぬまでに読みたいなと思ってます。重い、なるほど。重いな。ちょっとお休みがあった時とかね、そういう時にガッと、もう休みの日は全部ブログ読むのに使えたら。もったいねえ。だからね、友達のバンドマンから誘いが来ても、ごめん今日ブログ読むんでメンバーのブログ読むようにしてください。お願いいたします。この噂本当ということで、さあ続いての噂いきましょう。続いての噂はこちら。移動中の車内で学ぶが秒と和樹に戦争をふっかけているらしい。あれ、そんななんかね、普段温厚な感じなのに急に攻撃的な、まああるんですか。日々内戦ですね。あ、内戦状態なんですか。一方的にやられますけどね。で、これ学ぶさんから攻撃をされるってことね。どういった攻撃。よく話出るんですけど、寝相がね、とにかく寝相が、寝相ねのことかな。多分そうじゃない、これ、これ誰書いたの。誰書いたの。これアンケートに書いてもらってますよ。誰書いたの。誰書いたの。俺じゃないの。戦争を仕掛けてるって俺書いてない。誰書いたの。あれ、話が、あれ、何やり直す。アンケートさん、何これ。あれ、これちょっとピリピリしてきちゃったよ。ピリピリ変な感じになったよ、これ、あれ誰が書いたの。何これ、誰でも誰。帰ろうかな、帰ろうかな。あ、ほら、怒っちゃうから、怒っちゃうから。戦争こしようかな。逆にだから、あ、これそういうことにしましょう。寝相が悪いということにします。まあ本当に悪いです。どんな感じになっちゃうんですか。もう車内で、これは知らないですからね。それ気づいてない。あ、皆さんだから立ち悪いんですよね。ああ、
反省ができない。誰が一番被害被られてるんですか。だから大体俺と和樹ですね、うん、どんな感じで。丸部が真ん中にいるんで。なるほど。こう足開いたりとか。え、足開いちゃう。足すごいんですよ、うん、こんなんライブの時以上に開いちゃいますから、ね、もうお二人困りますよね、そうなるとね、うん、で、ちょっとっつってどかしたりしないんですか。ストレスだけ溜まって、うん、唯一丸部の嫌いなとこですねですって、学ぶさん、なんか険悪なコメントが狙ってました。これはね、改善してもらわないと今後のバンド活動にも影響するんだよ。寝相ではね、ちょっと嫌ですからね。まあ、改善はしていきたいと思ってるんですけど。思ってるんですか。覚えてないんで、反省はしてません。反省はしてませんって言ってますよ。この態度がまた戦争始まったんですよね。良くないですよね。すごいかかってるんですよ。なんか縛り場みたいに来てるからいいですかそれで。いや、そこまでね、興味ないですからね。ちょっとこれは改善していただかないとね、勝木さんね、もうね。そうですね、改善しようないと思うんですけどね。もうじゃあ、和樹さんは許してるとこあるんですね。いや、絶対許さないですよ。え、そうだね。絶対に許さない。え、そうなの。じゃあ、直さないとダメだもん。絶対許さない。絶対許さないからな。どこに、誰と言ってる。なるほどね。この意気込みをね。意気込みがこうなので。別移動とかね。あ、別移動トランクに入れるとか。まあ、チャリで自分で読んじゃったらそうなっちゃうよ。で、ここはうまいことなんか考えていただいて、ね、お願いいたしますね。絶対許さない言われますよ。お願いいたします。さあ、それではじゃあここで、スリーさんのね、曲いきたいと思いますので、曲紹介をお願いします。俺が、うん、じゃあですね、スクリューでダイス。前にある全てのものが化け物に見える。揺るぎない時代の青もさかたこの亡霊に追われる。腐っちゆくまま押し流されて飲み込まれてゆく。レシピのパイプは立たれたままで中止を嫌い。君の想い通りの花を咲かせる。むしろ取られかれる前にいつしかつぼみを花となる理想を死にかかるだろう。その腕の中持てる夢がから視界ゼロの海に出よう。見るもの全てが変わり果てたならば花を抱いて眠ればいい。こちらですね、7月3日にリリースされますヒデトリビュート3ビジュアルスピリッツよりスクリューさんにね、カバーされましたダイスでございましたけれどもね。あ、かっこいいかっこいいかっこいい、やばいよ、好き、スクリューのものになったらすごい、想像以上いい、ベースやばい、すごいかっこいいかっこいい、すごいかっこよかった、全部聞きたい、かっこいいかっこいい、アレンジ神最高、かっこいい曲でやばい、ミョウさんの声合ってる、かっこいい合ってる、やばい。素敵なコメントが来ておりますけれども、そしてね、こちらのダイスの、着歌フルはですね、本日より6月25日よりドワンゴツ AP にて、独占先行配信開始でございますので、皆さんこちらもね、ぜひチェックしていただければと思います。さあ、ちょっとメールをね、全然紹介できてなかったので紹介しましょう、はい、こちら滋賀県の方かな。またジンさんにリクエスト来てますけど、いいですか。行きましょう。はい、ジンさん、はい、エアドラムやって。エアドラム、そんな喋り方かな。多分こんな感じだと思うんです。エアドラムやってって書いてある。いや、捉えるんですか。これはだって無理でしょ。エアドラムってやってくれるの。マジで。多分面白いと思います。面白いエアドラム。多分これ面白い。ジンちゃんですから。そうですよね。うん、はいはい。はい、あー、すごいすごい。あー、すごいすごい。うん、すごいすごいすごい。あれ、かわいい。なんかかわいいの入った。え、なんかついてる、ついてる、ありがとうございます。向こう、向こう、ありがとうございます。顔出てない、顔入ってないよ。困る、困る、関係ないでしょ。困る、なんでそれ、ズリー、すごいの持ってる。はい、じいさん、分かんなかったんで、とりあえずやってみます。ありがとうございます、うわ、いいですね。じゃあちょっと普通のメールもありましたね。埼玉県のあさみさんからございます。
つくるの皆さんこんばんは。こんばんは。もうすぐ夏が到来しますが、皆さんやりたいこと行きたいというところはありますか？ちなみに私はイケメンと浴衣を着て花火デートがしたいです。そんなアホっぽい喋り方ですね、やっぱり。そうですよ。花火デートがしたいです。私は浴衣を着てイケメンとです。まあ夏ね、もうね、いろいろね、まあ、ライブもありますけれどもね、なんかやりたいことありますか？じいさんあります？そうですね、僕は。いやいや、じいさんやりたいこと、まあでもツアーがあるんで、うん、なんかこう、まあ、真面目になっちゃいますけど、ツアーでライブでこう一緒に楽しみたいですね。なるほど。なかなか今までそのワンマンでツアーって夏にっていうのはあんまなかったんで。そうなんですね。イベントとか多かったんで、ね、テンション上がりますからね。がっつりいけるのかなと、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ和樹さんは？そうですね、はい、やっぱ夏はバーベキューじゃないですかね。バーベキューいいっすね、うん。でもなんかほんとツアー中にどっか寄ってやろうかっていう話も今メンバーでね、メンバーで。あ、いいですね。出るんで、これは、はい、フェス感を。フェス感、バーベキューやるとフェス感出るんですか？ライブもバーベキューもフェス感を。フェス感大事。フェス感って言葉超いいですね。はい、フェス感、フェス感皆さん出してみてください。この夏の、我々のキーワードなんです。フェス感、フェス感。みんなで言ってみようか、せーので。せーの、フェス感。いいね、いいよ、いいよ、いいよ。書いて、フェス感って書いて。フェス感、フェス感ね、あれ、フェス感。さあ、皆さんはどんどん広めてほしい。皆さん、夏はなんかフェス感じゃなくて、フェス感やっぱり。うん、流れるプールで、もう朝から晩まで、もう浮き輪で流れたい。ぷかぷか。何やってるの？何も考えずね。かわいいな。あ、いいフェス感出るよ、それ。それもフェス感出るの？フェス感出ますね。フェス感、せーの。フェス感。マラブさんは何かありますか？どうせ僕は海、普通なんですけど海とか、いいよ。海いいね。似合わないですけど、ちょっと日焼けとかしてみたいなって。もういいよ。これはカツキさん、これこれ完全なるフェス感ですね。これ完全フェス。せーの、フェス感。さあ先生、夏ありますか？夏ですか？やっぱツアー中にどっかバーベキュー行きたい。あ、やっぱね。じゃバーベキュー。多分どうせ俺とマネージャーは多分焼き係。あ、焼き係。焼き係になると思うんで、うんうん、まあどう焼きながらフェス感を出そうか。焼きながらでも和樹さんフェス感出ますよね。そうですね。まあマネージャーが、うん、おそらく、うん、サラダ油を体に塗って。なるほど、なるほどね。自然の光を浴びるっていうフェス感を出して。これはまさにせーのフェス感。ありがとうございます。この夏はもうすぐさんはフェス感でございますよね。さあ、ありがとうございます。ちょっとやべえ、こんな時間になってる。今日なんか楽しいからすげえおっしゃってくれ。大丈夫これ。もうコーナー行かなきゃ、コーナー行かなきゃ。先ほどね、このヒデさんトリビュートのね曲、かけましたけれども、こんなコーナーを行きます。続いてのコーナーは、こちらのね、ヒデさんトリビュートアルバムに参加されておりますので、ヒデさんにまつわるお話を伺ってまいります。題して、ヒデトリビュートトーク。そうなんでございます。あ、いいね、時間押すのもフェス感だっつってますね。なんでもそれで解決するっていいですね。はい、じゃあ、まず先生、先生、はい、ヒデさんを知ったきっかけを教えてもらってもいいですか？そうですね、学生の頃なんですけど、うん、昔テルミーっていうシングルがあって、はい、それのカップリングの スキャナーという曲をですね、うん、ラジオで流れてる。ラジオで聞きまして、それまであんまりよく知らなかったんですけど、その曲でこう、うん、グッと掴まれてて、翌日すぐ時間近所の CD 屋でシングルを買いに行った。行動力だ、それぐらい衝撃的だったんですね。衝撃でしたね、当時の。あんまりロックとかもよくわかんないぐらい。あ、じゃあたまたまラジオで流れてて。そうですね。じゃあこれ流してくれたね、パーソナリティが感謝ですね。感謝ですよ、本当に。ありがとうございます。ボーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。助かります。よかった。助かります。じゃあそして、じゃあ続いて、じゃあ学ぶさん、はい、じゃ初めて買った、はい、ヒデさんの CD。 あ、僕最初に買ったのが、はい、ヒデさんっていう名義のものではなくて、うん、ジルチっていう海外のメンバーで組んでたユニットみたいなのがあるんですけど、それのサンニーズっていうアルバムを聴いて、ジャケットがすごいなんかもうちょっと怪しい感じで。え、どんな感じなんですか？ちょっとあんまりこう J-POP とか並んでるところにあったんですけど、うん、かなり浮いた感じで。浮いた感じで、かなりちょっとグロテスクな。なるほど、それでとは違う感じ でレンタルして買ってかっこよくて。え、じゃあまずちょっとジャケットに惹かれて聴いてみた感じなんですか？そうです。あ、そういうパターンもあるんですね。そうなんですね。なるほど、なるほど。だから皆さんもヒデさんね、だから大好きというリスペクトということでございますけれども、で今回このダイス
カバーした理由教えてもらってもいいですか。僕が歌いたかったです。あ、りょうさんが選んだという、はい、ね、なんでチューしたらいいんだろう。タイミングの幅がないね。かわいくて、かわいくて、かわいくてついついちょっと自由だよ、りょうさん、ね、ありがとうございます。ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます、はい、ということで、これはだからりょうさんがこれ歌いたいということで決まったということですね、うん、ちなみになんか他にカバーしたい楽曲とかあります。まあ、いろんなアーティストさんが出てると思うんですけど、うん、まあ、ピンクスパイダーもぜひ機会があるので、これは聴いてみたいですよね、スキルさんのね一度やらせてもらえたら嬉しいなと。そうですね、ということでございまして、皆さんね、こちらね、ヒデさんトリビュート7月、10日でございますよね。10日と3日ですね。そうです、7月3日でございますので、ね、皆さんね、お間違いなくよろしくお願いいたします。10日はこっちです。そう、10日はね、こちらにおっしゃる、そうです、アルバム、アルバムスキルでございますからね、覚えてください、3日と10日ね、皆さんね、手帳に書いてください。あ、イエス、ありがとうございます。さあ、そんなわけでございまして、そろそろスクールの皆さんとお別れのお時間が、まとまなかったあ、すごい来ております。ちょっとね、メールもね、ちょっと全然ね、紹介できなかったんですけどもね、ちょっと紹介しましょうか。ちょっともう一枚くらい行っていい、行っていい、行っていいね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 、じゃあこちら千葉県のあやにゃんさん、あやにゃんさん、スクリューンの皆さん、こんばんは。最近雨の日が多いですが、雨の日は何をされてますか。という普通の質問をしましたけどもちょっと慌てて探せなかった。雨の日何してるんですか。じゃあ、ピョさん、何してるんですか、雨の日。外出ないですね。外出ない、普通だって、ね、僕芸人じゃないもん。ということでございまして、最後に色紙に、もう今までね、音楽とは何かとかね、うん、ライブとは何かとか書いていただいたんですけども、今日はスクリューさんにとってスクリューというバンドは何か、それを書いてもらいたいと思います。誰が書いてくれるんですか。ジーンが書きます。はい。早かった。お願いします。じゃあ書いてもらってる間にプレゼント当選者ね、発表しますよ。じゃあプレゼントはね、じゃあこちら、埼玉県のあさみさんだ。おめでとう。プレゼント。このスケッチとポスターと、ステッカーをまとめてプレゼントいたしますのでね、楽しみに待っていてください。それでは、仁さんがスクリューとは何か、これを書いてくれてますのでね、ブロッコリーとか書いてダメだよ、はい、ブロッコリー、はい、いいですか。はい、それでは発表してください、お願いします。交わるです。交わるです。これはどういう意味ですか、仁さん。やっぱり僕ら、うん、スクリューといえど、うん、5人だけではできないこともいっぱいあるんで、うん、ファンのみんなだったり、うん、こうスタッフの方だったり、うん、いろんな方と交わって生きております、うんうん、ありがとうございます、はい、だからこれは、ね、ファンの方、交わる、ね、スタッフの方とか皆さんに対する、ま、感謝の気持ちも込められておりますし、はい、素敵な、なんで笑ってんのみんな、漢字が変だって結構聞くんですよね。漢字が変、え、なんか変、変、え、くっつかない、どこが、あー、上の歯の字がね、ね、うん、もう隠した方がいいかもしれないです、だとしたらじいさん、いやでも気持ちはすごい伝わってますので、ちち、なになになに、わけは何の字になっちゃうから父、お父さんになっちゃうからでもまあそういう意味もありますよね、こちらが父になる存在みたいなね、こともあるということでございますので、そう、天才だな、ありがとうございます。さあ、そんなわけでございまして、ここでね、本当にスクリューの皆さんとはお別れなんですけど、この後ね、シークレットコーナーすぐ始まりますので、そこで再びね、登場していただきますので、楽しみにしていただければと思います。ということで、あ、そう、お知らせがまだしてなかったですね。そう、お知らせもありますからね、はい、そうですよ、お知らせをね、ここでマナブ簡潔に行こう。はい、はい、あ、マナブさん、お知らせをしてもらえる、はい、じゃあ、はい、行きます、スクリューライブツアー、ツアー2013アンダーザスクリューが7月28日埼玉から、ツアーファイナル9月23日恵比寿リキッドルームまで全12公演あります。ぜひ皆さん遊びに来てください、はい、
フェス感ですからね、はい、フェスですこれ、ね、そして、スクリューオフィシャルインフォメーションクラブシエスタ限定ライブが、7月22日高田のババエリアの方であります。その時はジン君の誕生日なんで、お俺はこんなもんじゃねえ他はこんなもんですと題してかなりスペシャルのライブをやろうと思ってるんで、はい、そしてあの一昨日ぐらいにシエスタ限定ライブ一発目で僕の誕生日だったんですけど、その時にやったんですけど、限定グッズとしてプロデュースグッズとしてカバンを発売するって告知したんですけど、その時いろいろ事情があってあのサンプル品を持ってこれなかったんですけど、今日ちょっと出来上がったと思うんでこの場を借りてちょっと紹介させてもらいたいなと思ってます。すごい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 、ありがとうございます。これすごいね。これまだちょっとここにまださらになんか豪華なチャームがついたり、さらにこうなんていうんですか、ファスナーがちょっとかっこいいものになったりとかあるんですけど、ちょっとまだこんないい感じの材質ですよっていうのを伝えたくて持ってきました。高級感やね。そうなんです、高級感を分かってもらいたくて。これかっこいいよね。かっこいいですよね。かなり長持ちしますよこれ皆さん。長持ち、お買い得ですよ。これいくらぐらい。これね、ちょっとまだ言えないです、ね、まだ言えない。詳細は多分来月の頭ぐらいにスクリューのホームページの方で発表すると思うので、ぜひ皆さんお楽しみということです。はい、ありがとうございます。そしてまだ続きます。はい。そして一番大事なメジャーファーストアルバムスクリューが、7月10日にリリースされます、はい、そうです、はい。さらに引き続き先ほどダイジェストで見てもらった、渋谷 X のライブを収録したスクリューライブ DVD セブンスアニバーサリーライブネバーエンディングブレスアット渋谷 X が7月24日に発売します。はい、はい、すごい。これかなり、インストアとかもやってくんで、ぜひ皆さんよろしくという感じです。詳しくは皆さんホームページを見てください。はい、はい、以上です。ありがとうございます。もうね、いっぱい情報ありましたので、まずね、今出てるからうんこめに出てるから、このリンクに飛んでね、もう全て書いてありますからね、こちらチェックしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、本日2組目のゲストはスクリューの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。